はい、皆さんこんにちは、チュでございます。クリムゾン88ね、やっていきたいと思いますが、前回はそうですね、クリスタル、前回というかとりあえずクリスタルを2つ目を手に入れまして、あ、クリスタルというか玉だね。でね、あと教えていただいたんですけども、全体魔法があるみたいですね。これはいいなと思ってね、思ったんですが、どうも全体魔法でもこの当たり判定の厳しさがあるみたいで、魔法にも当たり判定あるのかい。いや、まあ一般的には魔法って抵抗力で抗うのかなと思いつつ、このゲームだと当たり判定になるみたいだね。それを聞くとね、ちょっとね、ハフーってなっちゃったんですよね。ですんでね、まあ欲しいんですけども、まあこのゲームお金がめちゃくちゃかかるので、まあ日頃の生活問題ないレベルまではならないんで、あの宿屋が安いからならないんですけど、まあまだまだ買うものがたんまりあります。ですので、今はとりあえずお金の貯めるのと経験値を稼ぐの、あの右上の城があったでしょ、あそこで十分やっていけるレベルになるべきだなということを考えると、今どこが一番やりやすいのかなとなると、キャンプ場かな。キャンプ場いいのかも分かんないね。ちょっと強いけどあそこよりは弱い気がするんで、あ、ジャクソンさんは大丈夫ね。ジャクソンさんは大丈夫、うん、ジャクソンさんは大丈夫です。あのジャクソンさんよりもあれだよね、スプラッターさんが一番やばいので、スプラッターさんの大量脇がやばいので、あ、でもここだったらあれか、ここで上げるよりは、これヒットポイントが経験値だから、それでいくよりは弱くてヒットポイントの多いところだって、このジャクソンさん1匹とセッカー人さん同じですからね、経験値ね。そう思うとセッカー人さん行ってる方が回転早い方がいいんだね、これ絶対ね。じゃあここで、成長させるのはやめときましょう。となるとしばらくお金稼ぎもあるので、しばらくは育み動画になっちゃうのかな。どう見てもこれ装備とレベルを1段階上げないとあの城には行けない気がするんですよね。そうだよね。まあ負けないんでしょうけど、とてもイザベラさんが私よりも一回り弱いと思えないよね。これパラメーターだけで見るとね、イザベラさん私より一回り弱いんですよ。スピードは抜かれましたけど確かね。ね、じゃあここはやめて帰りましょうか。じゃあどうすんのと。じゃあどうすんのだね。ね、これ今この時間で240ポイントの経験値を稼いだのと、ちょっと待ってね、道具使いましょう。イザベラさんシグナスワープで使いましょう。これ便利だよね、本当にこれめちゃんこ便利だね。でここでこちらに行ってる方がいい気がします。か、走った方がいいのかな。いやでも走大変だから、この人の、ね、1人当たり30だから経験値がはるかに楽です。当たりやすいしね。今思ってるんだったらあの橋ね、橋だったらどうなんだろうと。橋だったらね、橋だったら橋はちょっと強いんだよね、敵が。このベアードさんクラスだったらまだいいんですけど、でもベアードさん25だからね、ヒットポイントが。あ、でも確実にやっつけれるからね、いいっちゃいいんだけどね。だからこの4匹倒して、ちょうど100経験値が。あ、やっぱ回転早いもんね、こっちの方がね。さっきの7匹を200何本、3721だっけ、30が7匹で行くよりは、はるかにいい気がします。回転上げる方がいいね。早い早い、こっちの方が。あとお金だね。
今とりあえず8000欲しいから、あとはその例の魔法ね、魔法なんとかしたいなとも思うんですが、魔法なんとかしたいけどね。あ、これはいい。あらららら、あららら、あ、食らうのね。おろろろろろ。動かないから食らうの？それとも。あららららら。意外だった。で、こうの、こうだね。やっつけきれない。ね、イザベラさんの方が強いよね。どちらかというと、イザベラさんの方が一回り強く思う。ねえ。ああ、でもやっぱり、多少敵が弱くて経験値少なくても、当たってる方がいいわ。当たってる方が気持ちがいいね。で、こういう時に限って敵出てこないのね。今私、ほんとすごく円カウントしたい気分なんですけどね。こういう時に限って出てこない。まただ。また先制攻撃されたね。さあ、私の予想ではね、右上の方のね、前、前パートかなんかで行ったお城があったでしょ？あそこに、最後の、仲間がいると思うんです。会話であったでしょ？王子様が。王子様がいて、王子様きっと助けてくれるよ、みたいなこと言ってたと思うんで、もう私はそう勝手に解釈してますけどね。ちなみにね、今回はもうしばらく育みなんで、もう王子さん救うまでは、カンニングしないでいこうかなと思ってますね。ただ、王子様の城の、まあ、王子様の城って決めつけてますけど、マッピング側はできないんで、マップは見ると思いますけどね。ああ、エンカウント率が少ない。こんなに少ないと困っちゃう。まあ、とりあえずレベルは1個上げましょう。レベル1個、私とイザベラさんがレベル1個上げて、で、レベル1個上げたら、城に向かってみましょうか。あー、なかなか強かったもんね、あの敵ね。あ、バイソンさん。バイソンさんだね。お金もたまんないからね。いやー、どうしてもやっぱり魔法は後回しになっちゃうね。回復魔法欲しいんですけどね。どうしても後回しになっちゃいます。だってあと8000が2回だから1万6000ぐらい稼がないといけないんだね。ほんと、ほんとなんかちょっと気が遠くなるね。まあでもこれぐらい当たってればいい気がしますね。ただお金10にって辛いなと思いますけどね。ああ、受けられちった。それからかな、魔法、さっきのね、石化人さんに攻撃食らった時のように、動けなくなったら食らいやすいとかあるのかな？もしそうだとしたら、こっちも動きを封じる魔法を手に入れれば、なんとかなるのかなと。そういうのがあればね、動きを封じ込めるような魔法があればいいんですけど、まあ、あったらあったで、あとあれだね、あ、しまった！連続で攻撃しちゃった。重ねちゃった。まあ、MP が枯渇するっていう問題も出てきちゃうけどね。
MP の回復は容易にできればいいんだけどね。あーでもそういえばサバッシュとかエメドラとかね、あのシステム私ね画期的だと思いますよ。 MP っていうのはないシステムね。もうあこれで食らうか見物だね。はいはい、イザベラさんも動けないの？私跳ね返してるよね。あ、動けるようになったっていう文言がないとダメなのか。なんだこの敵。これで泥試合するのか。あ、やっぱりそうだ、動けなかったら食らいやすいんだ。すごいランスの回り方だったね。まあその魔法をちょっとね、まあ手に入れていこうかなと思うんですけど、お金に余裕があったらだねこれね。なんか直線が欲しいな。あらららららら、あっ泥試合開始だね。なんか急に使い出すようになったね、敵さんもね。なんか急に目玉が光るようになったね。早くレベルが上がりたい。これもあれなんだよね、防具を買うか防具を買うか、武器を買うかすごく悩んじゃうんだよね。武器高いからね。防具も高かったらね、防具も同じような値段ぐらいで高かったら、私は間違いなく、武器を買うと思うんですけどね。どうしてもね、安い方に目移っちゃうんでね。これ、5機をしっぱなしでダメなのか。無限の心臓を打つみたいにね。あー、出てこなくなっちゃった。これ、こう。ずっとこっちの方向に歩いたらダメなんだろうか。あ、出てこない、出てきそうな雰囲気ないね。出てきた、ね。パーパイソンさんね。72ポイントか、経験値が。早く3人目が欲しいね。あ、でもこれ3人目行くと、3人入ると、また金かかんだわ、これ。正直ね、こんなに当たらないゲームだったらね、人が増えても嬉しくないよね。それほどね。ねえ、まして伊沢さんレベル1で入ったからね、大変だったもんね。ああだから次の人もレベル1で入ると思うとあれかな、もう早めに行く方がいいのかな。これね、顔だけ見たらね、敵さんね、ベアルさん、顔だけ見たらタイガーマスクに見えるんだけどな、私ね、色の、あの青色の、ねえ、あれは角が生えてるのかな、横顔で、そんな感じなのかな。でも正直、角生えてこのガタイで来られると、クマには見えないよね、角生えてたら。まあ、このベアードっていうのも別にクマからのベアードじゃないのかもしれないですけどね。経験値100入りましたね。あ、出だした敵がね。
はい、じゃあちょっと時間よくなりましたね。この辺でやって、うわ来た、じゃあこれだけやっていきましょう。あーでもいいね、この終了間際に敵が出てきてもすぐ終わるっていうのがね、これが適正レベルだったら、あれ適正レベルって言っていいのかな適正レベルって当たらないの適正レベルって言わないよね。ですからちょっと同等のとこに行くとね、同等のレベルの時のとこに行くと、ちょっと厳しいようなので、まあ、ここの方が全然楽ですね。というわけで終わっておきましょう。ピシャハシャハシャクリムゾン終わっておきたいと思います。下回んないけど、どうもありがとうございました。